向こう終わっちゃった。あの千葉の娘さんに、はいはいはい、動画ちょっとあの向こうちょっとアロエやっちゃったならちょっと説明してください。アロエの説明を。あの現地であれお疲れです。明日紹介で明日生きとってかどうかわからんけ、明日来るよ。いや明日来る人じゃなくてあのちょっとあのアロエの説明をあの、お宅のあの後継人がここへおってんじゃけ、ちょっとアロエの説明を。はい、はい、いいですか。 犬が鳴けって行きましょう行きましょう。あ完全に終わっちゃった。あの他のことしようっていうことは、あのいやアロハじゃろそれは。縁になりますねオタク相変わらず。もう完全終わった。いやちょっと手間が切られる。どうしたん、まあ、中途半端に途中でやめて気が向いて気が向かん系で向こう行った。いやほんま、いやあちこち浮気症じゃけえね。ちゃんと掘れましたか。よし取るね。いやよし取るねって、いや掘れましたかって、よし取る。あわこれ見てください。わあ上手やっとってじゃ、わあ見事じゃこれ、あこれは見事じゃ。ちょっとあのアロエ博士ちゃんと、あれ旦那さん、あれどこ行っちゃった。何しとってんか。うわ見事じゃ、これほんま上手やっとる。よこれわしはいいかけんねん。もっと大きくなるかなと思って。いや一気にならんでしょ今。いきなり水まいたけて。これはどういう効果があるんですか。アロエを知らん方にあの効果を、アロエの効能というか効果というか。医者いらず。医者いらず。え、まあ、これ擦り傷。擦り傷。これからね、あとは腹下し。腹下し。いやそれあんた自分のことよな。これをスライスして食べるには。何して食べる。空腹スライスしてからね。あスライスして、はあ、はあははあ、まあ、じゃが今日朝から何時間かかってここまでやっちゃった。いやいや誰が何時間かってここでやっちゃった。何時間かね、半日かね。半日、うん、何時来たかね今日。8時半。8時半まあ言う、やっぱりあの最近ちょっと裕福な人やけ、もうあのいちいちこんな馬鹿げた質問には答えられんと。やっぱり人間はエロになるとね、歩き方も違うときですね、この後ろ姿がもうなんと言いましょうか。まあやっぱり、うん、もうね姿勢が違うでね、歩く前はあくまでね他のとこまでね、あくまでやってなかったのに、もう今はもうこのお寺のために、ああすごいですねこれ。檀家さん以上の活躍をしょってです、もう密かに。ということでこの辺で、もうあここまで行っちゃったら聞こえてないでしょうから、この人は完全にもう自分の我が道を行くでお送りいたしました。以上です。